はい、どうも、喫煙動画。今回は、こちらです。うわ。新しく発売されました、ラッキーストライクの、シガリロですね。シガリロのこれ銃。まあ、本来シガリロは、タールチとかがないんですけど、一応、目安として、まあ、まあ、書かれていると。で、確か6のやつもあるんです。値段が確か350円ですね。なんか書いてある。こんな感じで。タバコ場で巻いた新ジャンル。なぜタバコ場？味わいはもちろん、そのひとときまでより豊かにしたい。148年間タバコに傾け続けてきた情熱がタバコ場で贅沢に巻くスタイルにたどり着いた。奥深いコクを感じながらも口当たり滑らか、心地よい香りまで楽しめる。濃密な時間が始まります。あ、そう。関係ないですよ。じゃーん。じゃーん、ピーターラビット。このね、マグカップ。これダイソーで、キャンペーンやってて、他にも、あるんですけど。全部で6種類あって、ピーターラビットと、このシスターズっていう、3人？ 1、2、3。3人ですね。のマグカップと、あとサラダボールと、カレーの皿。まあ、俺、うさぎ年なんで、何かご利益があるかなと。非常に可愛いですよ。まあ、普通に買えば1300円なんですけど、ダイソーのキャンペーンで、300円で、1個300円なんで、で、買うことができたという感じですね。はい。こんな感じ。吸っていきましょう。あ、別に悪くないですね。そうだね。これは結局ほら、まあ、スリムタイプ、スーパースリムのね、細いやつ。で、まあ、最近流行ってんのか、なぜか、シガリロが大量に出てる。中で、まあ、値段が350円と割高結構高いんですよ。まあ、以前吸ったクールのループドも、350円。なんですけど、はっきり言ってクールループドは、まるで、タバコの味もクソも、ない、クソタバコだったんで、あと前出たラッキーストライクのエキスパートカットの、メンソールも、まあ、ひどい出来だったんでね。あ、全然いいですね。全然美味しいです。
こちらが8月の5日に発売、した、ものですね。製造国は韓国となってるのがちょっと残念ではあるんですが。まあまあ。まあ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 。そこら辺はちょっと目をつぶりましょう。俺の勝手な先入観で、かなりコーヒーのような、そうですね。コーヒー豆です。一般的にコーヒーって、粉のやつが売ってるじゃないですか。まあ、インスタントコーヒーもそうですけど、インスタントコーヒーではなくて、粉タイプの豆をすりつぶしたやつ。あれの香りです。結構珍しいですね。非常に、タバコなんだけど、すごいコーヒーの、無糖のブラックのコーヒーっていう感じの、風味が非常に強いです。まあ、俺はもうカフェイン過敏症になったんで、コーヒーが飲めなくなってしまったんで、今はカフェインレスのインスタントコーヒー飲んでます。以前はかなり大好きで、豆をこれ自分でガリガリやる機械あるでしょ。あれで、豆から引いて、豆を引いて粉にして、ドリップしてた。ですけど。あ、これは美味しいわ、普通に。最近出てる、シガリロの中だと、圧倒的に、そうだなぁ。いや、だいたいそもそもシガリロでこんな味がするかっつう話なんですけど。まあ、シガリロ、つうとまあ、俺が一番好きなシガリロは、まあ、リトルシガーですよね、一般的に。キースのスリムってやつが一番好きで、値段が400円となってるんですが、これはバニラタイプの風味が加わってて、まあ、いわゆるキース、ピースっぽい、ほんのりとバニラの甘い香りなんですけど、これは全然その甘い香りは一切してないですが、やっぱローストした豆の味わいが非常に強い。うん。で、10と6があるんで、6の方が多分よりマイルドなんのでしょうね。だからそうだな。こっちはもう完全にもうブラックって感じ。もうものすごいシャープな味わい。おー。俺もリトルシガーいろいろ釣ってきたんですけど。これちょっと意外ですね。かなりちょっと意外な展開。だいたいリトルシガーってそうだな。まあ俺が好きなタイプだと、だいたいカフェオレっぽい甘いカフェオレ、砂糖を入れたカフェオレのような、風味があるのが好きなんですけど。
これはもう完全に砂糖が入ってない上にミルクも入っていない、完璧にブラックコーヒー。です。で、これの火付け役となったフォルテなんですけれども、まあ、これのフォルテのオリジナルと、確かメンソールスって、フォルテのオリジナル確かまずかったんで、フォルテのメンソールはそこそこ美味しかった。だけど、そのフォルテと全く味の方向性が全然違いますね。というか、フォルテはもう、だから、なんていうんですかね、フォルテは全く雑味が多すぎて、さっぱり、なんで売れてるのかさっぱりわからない。まあ、値段が安いからっていうことなんですよ。値段270円ですからね。これが350円なんで、80円も違う。だけど、これ350円でこの味ってなると、なかなかない。だそもそもシガリロ自体、リトルシガ自体結構高かったりするんですよ。うん。うん。そうなんですよね。で、最近、発売されたロックのオリジナル。これについては、俺がすごい上手くて、5つ星確かつけたんですけれど、これは、そのロックのオリジナルと全くまた別物な風味。だから、最近流行りの細いリトルシガーの中だと、異色の風味がする。もう完璧にこれ、ブラックコーヒーです。うん。風味が。完全に。いや、これは、コーヒー俺、豆のコーヒーはずっと飲んでないんですけど、一年ぐらいも飲んでないかな。あ、ちょっとこれはコーヒーを吸った感じっていうか、ブラックコーヒーを飲んだような。気分にさせてくれる。すごいタバコですね。これは。びっくりしました。ぶっちゃけもラッキーストライクのエキスパートカットがまあひどかったんで、正直期待は全くしてなかったんですけど、これ普通に美味しいですね、これね。もうすでにもう2本吸ってるんですけど、もう1本いくレベル。あ、これうまいわ。だから、これ吸いながら、なんか甘い、さあね、まあ、牛乳とか、まあ甘くなくても普通に牛乳とかでいいんですけど、牛乳飲みながらこれ吸ってると、砂糖入ってない、カフェオレみたいな感じ。うん。ただかなりシャープなんで、そうですね。これはちょっと6ミリもちょっと試したいですね。ええ。まあ、ロックのメンソールもちょっと試したいんですけど、なかなか売ってるところはなくて、まあ、これは、まあ、良くも悪くもかなり風味が強い。苦い。コーヒーの、ブラックコーヒー飲んだ時の苦さ。が非常によく出てますね。リトルシガーでこんなブラックコーヒーの風味の、リトルシガーを吸ったことないですね。
正直言うと。あ、このダブルハピネスとかもあったな、このクソ。クソマズのダブルハピネスとか。まあ確かに他の、最近のリトルシガーだと、だいたい300円未満で、ね、270円とか、まあ280円とか、そこいらなんですけど。でもこれは350円払ってでも、これは吸った、吸う価値は非常に高いと思います、これは。うん。これは驚いた。びっくりですね。これはびっくりだなぁ。自由が丘のタバコの泉屋っていう有名なタバコ屋さんがあるんですね。そこの、ツイッターでもこう書かれています。味わいの濃い厳選したバージニアバを使用し、奥深いコクを感じながらも、口当たりも滑らか。で、20本入りで350円。となってますね。はい、これバージニアなんだ。全然そんな感じじゃないよ。全然こんなバージニア感ないですね。で、コクと滑らかさって書いてあるんですけど、これは、ラッキーストライクのこのやつの、これの6ミリのやつだと思うんですよ。で、この10ミリのやつは、ぶっちゃけコク、とか、まあ、コクはあるのか？わからない。滑らかさはないですね。うん。はっきり言って。まあ、コクはまああるか。うん。そうだね。で、6ミリの方が、このラッキーストライクのパッケージのこの丸の部分が、カフェオレの色になってる。こっちはブラックですけど、寒天液、完全に。だから、おそらくこれは、やはりこれはブラック、で、そのブラックコーヒーを意識したんではないか。思いますね、これは。うん。でもやっぱきついっていう滑らかさっていうのはなくて、非常にシャープで、まあ、ガツッとくるような感じ。うん。いや、これは驚いたな。これは驚きましたね。しっかりブラックコーヒーの酸味も感じられます。まあバージニアなんで結構酸味強いんですよ、バージニア。やっぱコーヒーで結構酸味が強かったりっていうのはあると思うんですけど。これはちょっと、6ミリ買ってこよう、今度。
これは、これぜひ、吸ってもらいたい、これ、タバコですね。うん。特にコーヒーが好きな人は、買うべきでしょう。5つ星。ご視聴ありがとうございました。